トロフェアンフップデューフットボールは、全国プロサッカー選手連合によるリーグアンを及び、リーグズの選手、監督、審判員らを対象とした年間賞である。1988年に、オスカールデューフットボールの名称で設立されたが、アカデミー上主催者からの抗議を受けて2004年に、改名された。1994年からは、カナルで生放送されている。 名前の後ろにある括弧内の数字は受賞回数。ダビド・ジノラは年間最優秀選手賞の最初の受賞者だった。パウレタは年間最優秀選手に2度輝いた初の選手である。ジネディーヌ・ジダンは1994年に最優秀若手選手に輝き、その2年後に年間最優秀選手に選ばれた。ユルリクラメは最優秀ゴールキーパー賞が設けられた年の 初代受賞者だった。ギールーは1996年にオセールを初のダブルへと導き、最優秀監督に輝いた。他の賞とは異なり、年間最優秀ゴールは一般の人々によって選ばれる。アルジェリア代表選手、カリムジャーニは2006年のリーグズ年間最優秀選手賞を獲得した。ベドラン・ルニエはリーグズ年間最優秀ゴールキーパーに輝いた。 最初の非フランス人選手だった。バヒド・ハリル・ホジッチは2000年にこの賞が新設されて、最初の受賞者だったフランス代表の首相、ソニア・ボンパストルは2004年と2008年の年間、最優秀選手に輝いた。2006年のオリンピック・リヨンは、リーグ・アンデの5連覇により、名誉トロフィーを贈られ、現在まで唯一のクラブチームによる受賞となった。 2008年は 1998FIFA ワールドカップでフランス代表が優勝してから10周年にあたることから彼らに名誉トロフィーが贈られた。2005年のコリンヌ・ディアクルはフランス女子代表での118回の試合出場により男子代表でマルセル・デ・サイイが有していた116試合出場の記録を更新したことにより特別トロフィーを贈られた。 2008年のジュスト・フォンテーヌは 1958FIFA ワールドカップで1大会の得点記録となっている13ゴールを挙げてからこの年が50周年にあたることから彼に特別トロフィーが贈られた。20年間最優秀チームは一般の人々によるインターネット投票によって選ばれた。1998年のワールドカップに優勝したフランス代表選手が8人を占めた。 パウレタは外国人として唯一このチームに入った。トロフ・アンフップ・オスカーズ・ジュフット。2009年5月24日閲覧。ジーン・リュック・エットリ。ASMFOOT.FR。2012年3月26日閲覧。ありがとうございます。